一二の三つぼ党なんてね、パヨクとかなんとか言う前に、売国政党以外の何者でもないでしょうに。それが、なんか、やたらめったら桜井の真似してやってるって言うんですけれどもね。いや、どんなに真似しようが、天皇を殺せなんていう、そんな、宗教法人ですよ、一応。どこが宗教法人だと。で、そんな連中を保守だと言っているような人間が、あんたのところの副代表の神谷じゃん。ゃせめてね、副代表を首にして、で、 国会議員としてもね、辞職させる。それぐらいやって初めてね、申し訳なかったっていうのはわかるけれども、何も何もしないでしょうに、ね。今回のね、三坪ぼ党にあったら、えぜひね、三坪ぼ党の信者に、てめえのところの神谷っていう国会議員が、天皇を殺せというね、この統一協会の思想は保守思想だと言ったけれども、そもそも天皇を殺せと保守っていうのはね、絶対にこれ相反するんです。保守というのは第一義に、 国体を守ること、天皇陛下を守ることなんです。ですからその第一義に反しているテロリストですかな、とんでもないテロリスト集団をなんでお前たちを保守だと言って持ち上げるんだと。保守主義なんていうのは結局ね、どうでもいい話なんですね。彼らにとっちゃ、とにかく受かるか受からないかが問題ですから、その統一協会と手を組んだりね、なんたりしてるからこうぐちゃぐちゃになってますけども、一二の三坪とって、 基本は幸福の科学らしいんですね。だから師匠のところなんですよ。で師匠のところのはずなんだけれども、この神谷っていう人間がもともと自民党の人間だったらしいんですね。で自民党にいたもんだから、この統一教会とつながっていたっていうことなんですよね。もうですからね、いろんな宗教団体があそこ入り混じってるっていう感じでしょうかね。で、外に向けては、 こう桜井がやってきた演説を真似して、自分たちは保守でございと言ってやってるわけですね。で、保守でございと言いながらえ、天皇を殺せですからね。とんでもない話なんですよ、これ。神谷さんは統一教会とはもう、いや、無関係だろうが何だろうがね、統一教会保守だって言ったのは事実ですからね。じゃあ、その点について説明せいやって言ってるんですよ。1、2の3坪等信者が来たんでね。あ皆さんねあの、黙って聞いてあげましょうよ。 三つぼ信者の君ね、桜桜って書いてるけどね。君、その神谷っていう人間が、統一教会の思想は保守だと言って、未だにこれ訂正してないんだよね。うん、じゃあそれについて君はどう思うんだって聞いてるんですよ。で、君より前に来たね、一二の三つぼの信者は、そんなことは言ってないんだと言ってたんですけれども、えー、ここにいる人たちからみんなから一斉に突っ込まれて、で、言ってる証拠を挙げられてですね、で、逃げちゃった。 ですね、さあ、答えてくださいな。無関係だって言うんであるならば、統一教会を保守思想だというね、この発言、どう責任取るんでほら、答えられないだろ。皆さんね、ぜひね、三坪党の信者を見たら、こういう風にね、責めてくださいね。保守と言ってない、じゃあなんだって言うんです、教えていただけます思想なんかなんもないんだよね。 だから君はそれを言いたいわけでしょ思想が何にもないような人間が神やって人間だろうよ。違うかいというか、本人が保守だって言ってるんだから保守なんでしょうに、ね。いやもうだから君もね、バカなことは言わずに、素直にね、神やっていう人間は、統一協会に魂を売った売国奴でした。ごめんなさいなんですよ。こんな人間を推奨して、自分がバカでした。申し訳ございませんでした。皆様、どうぞお許しくださいなんですよ。 間違った時にはきちんと頭を下げる。これがね、保守って言われてるものじゃないんですかっていうですね。いや、間違ったって言って頭下げたから許される問題ではないのかもしれないけれどもね。ただね、間違った時に謝罪するっていうのは人間としての第一歩ですから。そっからスタートしないと。え洗脳されないと政治やれない。あ、もうもういいや。<laughs> もう君書かないでね。 堂々と自分が洗脳されてるってね、こう言い張られるとね、もうしょうがないよね、というですね。この桜桜っていうのは、自分が洗脳されてるってことを認めてるわけですので、あの、これ以上言ってもね、もうどうしようもないわけですよね。で、桜井はね、物事の筋道通して言ってるだけですがいいとか悪いとか言う以前に、間違ってることはあんたが見たって当たり前でしょうに。天皇を殺せって言ってる人間を、その主張を、 あんた、あの、保守だって言ってるわけですから。で、そんな人間をね、支持できないのは当たり前でしょうに。ただそれだけなんですよ。で、言うにこと書いて、洗脳されないと政治なんてやれない。あ、そうっていう感じですね。うん、じゃあ、もう、はよ帰ってっていうね。もう三つぼに帰んなさいな。三つぼ信者がまさかね、あの、洗脳されてると自分で認めるとは思いませんでしたけれどもね。いや、冷静になってくれ。あんたが冷静になりなよ。